津和助津和助は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。山口県出身。津成明陸軍少佐の長男として生まれる。陸軍幼年学校を経て、1894年7月陸軍主管学校を卒業。同年9月陸軍少尉に任官され、日清戦争ではこの F 表第二連隊付として出征。 1895年8月、台湾で戦勝を受けた。1901年11月、陸軍大学校を卒業。不評第39連隊中隊長、陸軍省総務局会員などを経て、陸軍省副官権陸軍大臣秘書官となり、寺内正毅大臣に仕えた。日露戦争では、第5師団参謀として出征した。ドイツ駐在を経て、陸将秘書官。 陸軍省副官となり、再度寺内大臣に仕えた。不評第三連隊付ア麻布連隊区司令官、この F 票、第二連隊長、陸軍省軍事課長などを歴任。1918年7月、陸軍省省に進級し、この F 票、第二旅団長を務めた。シベリア出兵時に発生した荷港事件の救援のため派遣された。 北部沿海州派遣隊司令官となった。また、佐賀連州派遣軍参謀長として、北部カラフト占領に従事した。第16師団付、陸軍士官学校長などを経て、1923年8月、陸軍中将に進級。教育総監部本部長、陸軍次官などを経て、この師団長となり、在任中の1928年に死去。角は、 長州罰において、田中義和の後継者と目されていた。角の死後、岡山出身の宇垣一世が自派を拡大して、陸軍を主導していくこととなった。ありがとうございます。